簡単に見ますからね。首を切って相手が目の前って抜こうとした時にもうすぐ首を抜きする。それでひねりひねりで左肩から心臓まで切る。はい、2本目抜き左切り下げ。潜っていくんですね。で、前に入った時にパーッと踏み込んで脇に切り上げて、相手が左に逃げた時踏み込んで今朝に切り下げます。横でもどこでもいいわけです。実践にはこれは一つの基本として肩取って切り下げ。はい、3本目抜き右切り下げ。抜きはこの2本は一緒ですね。切り上げ、ほとんどうちは切り上げが活人権なんで、あと突きと、はい、右切り下げ。これは回転で理論で切っていくんですね。しながら飛び勢いと伸ばして締めでもって脇を切って詰めて首を準備る技です。はい、5目、これは右肘正面から自分が右に飛んで顔面に抜けんち、まあ、腕まで落とす。で回転でやって首に抜く。はい、反対方向に回ってアクションを起こしながら回る。そうする回転していくですが、1、2、ペケン、はい、マッコ、いい選手。はい、次は左連立ち。これはね、よそ見もあります。この切り方は三歩中でちょっと違います。うちはもう真横真横前です。前傾では斜め前ですね。うちの場合は本当にサイドです。これも両手で切った時刀を持っていかない、くるぶしの返しでわざわざ切って交互に行くんじゃなくて、切ったら体のひねりで切るんですね。飛ばして、だから剣を軽く使う。
重たい剣を軽く使える、その打った勢いを返しで持って飛ばす方向に剣を持っていくような合技が含まれています。はい、次。あ、ごめんなさい、今入ったね。左へ勝ち、これジェルムグーソーですね。両手で担いで持っていかない、ひねりで持って剣をヘッドに、手首を緩めてひねりで打って締めていく、伸ばして締めるんですね。で、左手は必ず引く、真下に拳2つが間に行くで緩めて拳1つまで斬新に持っていく。はい、次はブランコ。言い方は違いますから、5つの、はい、抜き打ち、左けさ、はい、右に脇が前、はい、左、はい、前、はい、発想に構えて、もう一度下がる、はい、はい、次は乱破刀。これは狭い道でね、狭い道で、こっちはもう土手とか壁とかがあったりして、もうサイドに行けないから車輪に切っていく。はい、1,2,3 です、はい、左からラッパと仕上げ、はい、キロールしない回転、仕上げ、はい、横真っ向、はい、次足突き、はい、スッキリ、はい、はい、最後はフライムで相手が上段にパーッとキラッと引かせて抜いたときに座ってまた起きるんです。これ向こうつけていいです。はい、向こうをつけて横見とってください。まあ言うな不意打ちですな、不意打ち、まっすぐのところ、はい、ストンカグストン、はい、ストン、はい、切る。これはですね、座った時にもう2回、2手を切ってるんですよ。こっちの出足の右の、うちの左のももをですね切って、ここの剣を切り返した時は受け流しからもう立ち上がった時首切ってるんです。で、突きを2回入れて引き出して、3,4,5,6,7 何回くらい切るんですね。1,2,3,4,5 でしょ、引き倒す、6,7、はい、どうもありがとう。はい、これがうちの八幡流の実写流ですね。